はい、こちらトヨタの IMV0 という車なんですが、はい、まあ、すでに、タイで発表されている車なんですが、今回、まあ、内外装がしっかり作ったもう量産直前の試作車というのが展示されます、はい、IMV0 なんですがどういう車でしょうか。 IMV ってアジア地域を中心としてトヨタが、まあ、ものすごい、まあ、正直数を売っている万能車ですよね、はい、あの SUV 的に使われていたりもそうなんですけど、まあ、基本的には仕事のための車、ワークホースというかそういう存在の車だと言っていいと思います、まあ、これなんですが、この IMV0 に関して言うと実はベースはハイラックスです、うん、日本でも販売されている、ピックアップトラックのハイラックスベースなんですが、ハイラックスがやはり、昨今例えばタイ、ね、はい、生産国であるタイなんかでは、まあ、SUV のように売れているわけですよね、はい、まあ、そういう存在になっている。なので例えば昔の、まあ、AMV の、元祖と言っていいかな、キジャン、あの辺のモデルのように好き勝手にみんなでモディファイしてどうこうっていう存在、気楽な存在ではちょっとなくなってしまったので、そこで一回そのキジャンの原点に戻ったような、まあ、安価で、いろいろいじりやすいものにしようというところで生まれたのがこの IMV0 だということですね。だから基本的にはこの車も実はハイラックスの、プラットフォームというかな、フレームを使ってるんですが、もっと簡素でもっと道具っぽくてもうリペアビリティも高くてみたいなところが目指されてるわけですね。つまりエンジンとかトランスミッションとかシャシーはハイラックスと同じと。そうですね、はい、なんだけど例えばまず外観全体のデザインとしてちょっと愛らしいものにしたかったと、プレミアム感とかそういうのよりかも愛らしさ、はい、愛されるものにしたかったというのがあると言いますし、このデザイン自体も例えばこのライト周りのここもう樹脂で囲って、まあ、ガードしてるわけですよね、はい、そしてさらに例えばこのウィンカーユニットは飛び出てますけど、これもカーンとここだけ割っちゃった時にはここだけもう取り替え可能、簡単にここについてるボルト1本外せる、はいはい、あとは同じようなのがこのバンパーコーナーですね、はい、ここももうボルト出てます、だからコーナーの部分だけバンパー全体を外さなくても交換が可能です、まあ、こんな具合でその機能と見た目を両立させて道具っぽさをアピールしてきたという形ですかね。なんかあの現代っぽい愛らしさがあるんですけれども、ヘッドランプがこう寄ってるとか、 なんか昔のトヨタのトラックっぽいですね。なるほど、はい、そんな感じはちょっとありますよね。これはだから日本の人にもこのデザインは受けるんじゃないですかね、うん、はい、でインテリアもちょっと見てみましょうか、はい、インテリアです。インテリアが今回世界初公開ということらしいですね。そうですね、こちらも外装の場合と同じでシンプル でいろいろモディファイしやすくというところですね。カチカチプラスチックであることをもう全く否定してないですよね。そうですね、はい、いいんです。例えば、はい、インパネの上の部分エアバッグついてて盛り上がってるんですけど、はい、いらない国もあるんで、そのところではもうフラットトレーになるし、その手前のトヨタって書いたところありますよね、はい、こういうところなんかももう好きに外して違うものつけることができると。このトヨタの文字がでかいのがあのやっぱり世界でトヨタってすごいブランドで、そうですね、あのトラックってトヨタってこうアジアに行くと書いてるのが、ね、未だに古いやつ走ってるじゃないですか。その感じをこう現代再解釈してる感じはあります。はい、で A ピラーが結構立ってます、はい、これ A ピラー立ってるのはここにね、ルーフにこうキャリアというかここにね荷物を置くところ、棚をシェルフをつけられるようにしたそうです、はい、で副産物として視界が良くなった、居住性が良くなったという話をしてました。ちなみに、まあ、シートはこんな感じで垂直近い角度で立っていますが、はい、すね、クッション性はこれ良さそうですね。やっぱりそこは働く車ですからね、はい、まあ、そういう内容を持った車なんですが、なぜここで今東京で見せたのかということなんですが、やはりどんな風に使えるのか、どんな使い方をしたら面白いのか、モビリティの可能性はどこにあるのかみたいなことを、まあ、実際に車を展示することで、まあ、皆とコミュニケーションするための、まあ、展示、まあ、そんな言い方をしていましたよね。
つまり日本で売ることは考えないでもないということなんですか、うん、そういうことなんと思います。やっぱりちょっといじって楽しそうじゃないですか、はいね、でしかもそれが遊びだけじゃなくてビジネス用途とかでいろいろ考えてももしかしたら僕らがトヨタがまだ浮かんでない可能性っていうのがある、あ俺こんなのあったらこういうの使いたいんだけどなっていう、まあ、そういうアイデアを、まあ、みんなで集めて、まあ、議論して、まあ、ディスカッションして楽しむで未来につなげていく、まあ、そういうために今回ねあえてこの車が、まあ、展示されるということのようですね。